業再生のトラトークを始めます。集めた資金で志願者の応援をしたいと思っております。皆様のお力をどうぞお貸しください。トラの楽屋トーク。事業再生版楽屋トーク。もうなんとなく毎回こんな感じでスタートさせていただいております。まあ、今回、ね、東社長どうですか、はい、事業再生版出られた感想としては。いや、まず本当にね、呼んでいただきありがとうございます。あ、いえ、こちらこそ。まあ、ちょっとね、力不足だったなと。僕がもうちょっと早くヘルプを出してたらもっと違う展開になったんじゃないかなみたいな。あ、もうちょっと許せたんじゃないかなっていうのは、まあ、反省ですね。まあ、はい、ギッチギチでもうなんかすごい硬かったじゃないですか。雰囲気も重いし、やっぱ雰囲気明るくないと投資の雰囲気にならないですよね。ならないですね。もう本当に、うん、まあ、二足のわらじを、ね、履いて彼頑張ってたとこだけでさ、僕が熱くなったな、うんうん、僕なんかあまりにも硬いなと思って、途中なんかネクタイとかも上着とかいいから放り投げてやってみたらって言われたそれやってください。あとね、聞いたらやっぱり普段はスーツとかネクタイとか着ないって言ってましたね。慣れない服装でより固まっちゃってたっていう可能性も。あの空気感ね、うん、なんかそう、ね、まだトモハッピーだからだけど、僕なんか最初本当にトラとして初めて座った時、はい、志願者より僕緊張してたかもしれない。岩井さんがいてこの空気何ピリピリしてるピリピリしてるし、これいつ何言っていいか分かんなくて、うん、分かりますよね。だから最初様子見になっちゃいますよね、うん、どうしてもね、結構ね。で、なんか言おうかなと思ってたことをこう、うん、先輩のトラたちがわばって喋ると、うん、喋れないわっていう、うん、まあ、ああいう空気が、まあ、志願者さんにも伝わっちゃうのかなっていうのもあるし、まあ、なかなかあそこに座ったらうまく言えないですよね。目の前に猛者が5人いる状態ですからね、うん、志願者さんからしたらね。司会側やらせてもらって初めてちゃんと分かるんですけど、やっぱ虎5人目の前に結構覇気っていうか、なんかすごいですね。みたいな。みんな真面目に真剣に聞いてくれてるから。でも俺多分ね、本当に思うのは、僕も昨日とか一昨日とか予習してたんですよ。でもちょっと怖いっすよね、本当に見た目。他の見た目はここだけでしょ。プロセッション怖いっすね。プロセッション本当にやばいんですよ。めっちゃ優しいっす。そうめっちゃ優しいっす。本当に緊張するんだろうなって、俺が違うだったらって、まあ、そうね、ね、思いますけどね。なんか、まあ、僕らは普段ね、こうやって赤字社長とかいじれるような感じだけど、志願者からしてみればね、あ、YouTube で見る、あ、兄貴だみたいな感じになっちゃうもんね。確かにそうだね。威圧感はね、あるかもしれないですね。まあ、そこがね、キャラとして売りなんでね、急に帰れないもんね。乗り越えて乗り越えてきてくんないと、もらわないと。ビーノさんどう、今回、今回ですか。でもなんか途中でこれもうどうしようみたいな感じになって、うん、本当になんかやる気あるのみたいな感じで言いそうになっちゃって、でもまあ皆さんでこうフォローしていただいて、なんかうまくちょっと後からやる、なんかちょっと涙ぐんでたというか、うん、本当に泣かしそうになっちゃって、うん、でもやっぱりまあ社長がいらっしゃったんで、こうすごい救いがあったのかなと思ってて、ね、もしいらっしゃらなかったらもう多分ガン詰めして終わりみたいな感じで本当に、うん、お通夜みたいな回になっちゃうもんね。そういくらともハッピーといえども流れが変わらなかったかもしれないね。いや、本当に本当にね、最初トライしたんですけど、一、うん、回明るくしようと思って、うん、話をするのをトライしたんですけど、固まっちゃいましたからね。うん、そうですね。その後、東さんが頑張ってくれて、それでなんか、うん、こう、感情が出てきましたけど、うん、最後の最後ですよね、うん、感情、最後の最後、本当に最後。うわ、もうあれも社員にやってくれよと思って、うん、そう、なんでやらないんだろう、この人は。めちゃめちゃ淡々としてましたもんね。本当にピンチなのかなっていうのがあんまり伝わってこなかったですもんね、うん、最初。だけど場の空気にやられてるネタも。やられるよ。そう、うん、場を制してくれないと出資してもらえないです、多分。だって、投げたらどかしちゃいそうじゃない。うーん、いやいや、ね、例えば、東社長がいなくて、うん、なんか分かんない、 あそこのポジションに飲食店の社長とかがいたら、うん、多分1円も出なかったんじゃないかなっていう。さっきのね、 B の先生が言ってたのが結構本質、うん、で、その従業員さんにそういう風に言ってくれよっていうのが多分そうなのかなと思ったのが、令和の裏
で話した時に店の名前宣伝した方がいいんじゃないっていう話したら店の名前出せなかった、うん、え、うん、そう今なんでそれがなんか従業員さんにこれに出るって言ったら出さないでくれって言われたっていう話だったんですね、だそういうところが多分従業員に伝わってないのかな、従業員とのまあ言い方悪いけどパワーバランスみたいなも距離感があるんですね、うんうん、で独立されちゃうとだから、うん、すごくいい人は多分出てっちゃう、まあ、腕があったらね自分でやっちゃいますよね、うん、だからいい人なんだよね、うん、表面化してない課題が他にもいろいろありそうですね、これが事業再生版なんですよ表面に出なくて深掘りするとああそうなのみたいなのね、まあ、事業再生問題はいっぱいありますよね問題が問題がなきゃここに出てこないわけだからね、うん、やっぱでも出てくるって結構ね、うんすごい勇気だし、まあ、そこはね結構すごいですよね、うんうん、普通出れないですもん、助けようといつもしてくれてますもんね、助けたいけど助けれない場合もやっぱただ出てきちゃうし、じゃあ他のね虎の社長さんたちがいやこれ絶対無理だろって言って俺一人だけはい100万円ですっていうのもおかしな話になっちゃうし、まあ、まあみんな正論しか言えないからなんかやっぱ志願者さんのこのまあなんていうんですかね、こう雰囲気だけでもこの会が変わりますよ、ね、うん、今までいろんな会がやっぱ、ね、うん、あって、うん、まあ本当に言い方あれですけど、もうポンコツっぽい人でもめちゃくちゃ和んでえ、最後そうなのみたいな、あ、あれ、あります、あります、わかんないですよね、それ無数が一番やばいんですよねだからめちゃくちゃ根拠がないけど、なんかこの人ならお金出してもいいんじゃないかなっていう会、結構近くにありましたよね。ありましたね。終始ずっと赤字なのにオールになった回とかそうそう。なんだ、あれ、ある意味神回ですよね。だからやっぱ人柄だったりとか、その人のマンパワーみたいなもの、うん、でやっぱ空気の流れを持っていくっていう、ね、回もあるので、まあのまあ、この楽屋トーク見てる方は分かんないですけど、本当に志願者でどんどん来てほしいっていうのもありますし、ワンチャンいろいろあると思うんですよ、この事業再生だってだからまあ俺ちょっとこれ余裕気ないけど出れねえなーなんていうんじゃなく、まあ、あの相談だけでもあの直接あの僕の電話番号この辺にあの出てるんでガチで電話番号は公開しました面白いっすよね、あれ。そう、僕出ますんであの聞くのはただなんで、はいはいはい、相談ただなんで、バンバン相談してもらって、まあ、そこから、ね、勇気があれば出てもらえばいいですし、まあ、勇気のない方はあの個々に相談も受けたまってますし、うん、まあ、あとはこう事業再生版こう見てて、いや俺だったらあの、うん、こういうふうでっていう人がいれば虎としてどんどん志願してもらって、虎として虎、そのあの見てて、はい、僕も一視聴者だったんで、はい、俺だったらこれ50万出すな100万出すなっていう、そういう人多分これ見てる中にいると思うんですよ。だから俺ちょっと虎として出たいみたいな人がいたら、それも要相談ですけどすごい、まあ、あのもうトモハッピーに会いたいなっていう思いだけで来てもらっても全然 OK です。それでいい。あとはあの前にあったその時は生配信だったんですね。本編で生配信でオンラインの視聴者が出資できるっていうのがあったんですよ。それはちょっと難しいと思うんですけど、収録なんだけどリモートで現場に5人の虎、オンラインに95人の虎がいて、そのオンラインの95人からも飛んでくる場合がある。お金がそれすごい。なんか事業再生版のポリシーって、こう助かる見込みが少しでもある人だったらできるだけ助かるようにアドバイスしたりお金出したいじゃないですか。だからその虎を増量するっていう作戦ももしかしたらあるかもしれない。でオンラインの虎はちょっと参加費として数万円だけいただいて、そのいろんな人助けに使うと。そうですね、その人助けに使う事業再生基金に、うん、なるほど。まあでも結局みんな一応出資しようって思いで来てますから。そう、基本的にもうその出したいんですよ、ただ出せる内容であれば、うん、ただ本当にあのね、この間もそのもうめちゃくちゃな回でもお金は出るので、うんうん、果敢にチャレンジしてもらいたいですよね。もうトモハッピーが司会の回だとものすごくこう明るくしてもらえるんで、お通夜にならないように、はい、
ただトモハッピーの力を持ってしても無理な場合もあります。いやそんな力ないですけど、ね、僕今日控室で、うん、ご挨拶させていただいて2回目の司会だったんで、ちょっとこれ挨拶した時に資料を見させてもらって、うん、これこの人からこの内容まずいなと思って10分で模擬戦みたいなのをやってあげてめっちゃアドバイスしたんですよ実は。そうですか、ありがとうございます。でもそこまでそこまで参照されなかったですね、やっぱ短い時間ではね。なんかその、うん、運転資金がほぼほぼだったらこれ絶対突っ込まれるから、うん、その運転資金ができる分自分の仕事を辞めてその自分の体を全部入れて、うんうん、こういうことしますこういうことします。具体的にはなんか新潟在住の新潟市在住の20代30代の女性に全部インスタでクーポン付きの DM を全部本人が送りますとか、なんかその全く出てこなかった。金がもらえたら体が来てこうしますこうしますけど、残りの時間でも考えてバーって思いぶつけてくださいって言ったんですけど、そんな話聞いたらもうちょっと僕ら動いたら、まあ、参考までにっていうのでもちろん言いましたけど、やっぱりすごい支援者のためにやっぱやってんすね。やったんすけど淡々としたままで、ね、そのうちあれじゃない、志願者もできればのトモハッピーの会に出たいんですみたいな。しかしね、番組のやっぱ趣旨がその助けたいなんで、うん、僕もやらせてもらうときは頑張りますけど、うん、なかなか難しかったですね、やっぱ今回ね。じゃあこれからあれだね、トモハッピーは岩井さんみたいに6人目の虎としてもあそこやっぱ参戦してもらった方がいいね。出してもいいですか。出せるときは出します。もうぜひ、はい、ありがとうございます。ほら、こうやって聞くと、あ、6人捉えるかもしれないから、やっぱ出ようかなっていう人も中にはね、いるかもしれない。まあ、楽屋トークどんだけみんな見てるかわかんないけど、まあそんなこんなで、まあ今回はまあ結果は悪かったけども、もう東社長が、俺についてついてこい、あれかっこいい、あれかっこいい、あれかっこいい、あれラーメン屋の修行みたいに泣かせるんですよ。いやもう一旦泣かせてましたからね。みんなで泣かせましたからね。うん、ね、まあまあ、ね、皆さんがないです、僕じゃないですかね、僕だけじゃない。あの時俺についてこいっていう、あれはかっこいいや。ね、本当にやっぱ。そんな社長いないよ、ね、みんな兄貴って呼びましょうこれからね。兄貴も兄貴頑張っていますけどね、本当に頑張ります。6ヶ月ぐらいマジでめちゃくちゃプレッシャー。本当に頑張ります。これ追いかけが楽しみです。はい、もう、うちの番組で行きますね、新潟。はい、僕も行きますんで。おお、ぜひ楽しい。はい、他の虎の方々も多いし、万が一行ける人がいたら下水できてさということで、今回は東社長がついてこいの回でした。はい、授業再生完全にお任せ、楽屋トークでした。どうもありがとうございました。授業再生のトラチャンネルでは YouTube に出る出ないとか全く関係ありません。単純に相談したい、授業を再生したい、お金に困ってる、運転資金に困ってるって方が大半だと思うんですけれども、僕と一緒に何かうまくその授業の突破口を開けれるように常に相談には乗ってますので、お気軽にご連絡ください。